ムチャンネルけれども、ダメだよ、森久保さんのモノマネ途中で笑っちゃう。いや、すいません。ね、よしきはなんかあんの？いや、まだないです。まだない。石川海人です。よって。石川海人です。よろしくお願いします。あ、似てんじゃん。え、エジロ君はさ、それで本当にいいと思ってる？あ、いいと思ってるんだ、全然構わないんですけど。俺さ、カイト君とさ、あ、ごめんね、ブレって。リアクションして欲しかったよね。いや、カイト君とタスクの会話が本当に好きでさ、俺、前もどっか言ってるかな？好きすぎてどっかで言ってる気がするけど。うん、カイト君ってやっぱりすごい真面目で人思いだからさ、ね、こう、結構こうアドバイスとかもしてくれたりするじゃん。るし意見とか。求められがちだし、そうそうそう。ね、うん、で、実際その、まあ、タスクとカイト君とかって共演とかもよくあって、うんうん、その仕事の話とかでも、カイト君がこうしたら、これはこうしたら、ああしたらって言ってて、タスクもすごいやっぱり、あいつも人がいいから、うん、そうね、しっかりこう、それを受け止めて、はい、はいっつって、カイト君も、だからこれをこうしたらこうなるから、うんうん、だったらこうじゃん。だったらこうしたら、はい、はい、はい、わかった、なんすか。これほんとコントみたいな。だからちょっと怒るっていうね、うんうん、でもなんかこう空気感が成り立って、あれをずっと見てたよ俺は。そうさ、もう、いや、まあ、おもろすぎるって、どっちの3次会の3時ぐらい。そうそうそう。普段はね、またあれですけど、飲み会とかね。そうそう。うん、あれは本当に面白い。2時半、3時ぐらいのタスクとカイトね。うん、すごい好き。どっちもいい人だな。最近。まあ、結構さ、始まったらさ、とあるね、いつも行くお店でさ、2次会だっつってさ、行ったじゃん、朝まで。あれ行ったね。行くことが多かったじゃない？行った。で、僕みんな酔っ払ってるわけじゃない？で、7人全員来てさ、うん、タスクとさ、カイトだけちょっと離れたところでさ、タスクがめちゃめちゃカイトに人生相談じゃないけど、こう仕事の相談をさ、そう、管巻いてしてるわけ。母さん、俺、どうしたらいいんすかね、やってたね。やってて、カイトが、酔っ払いながらも、こうで、タスクがこうした方がいいんじゃないの？ってこう、言ったら、何の話っすかって言ってた。俺、カイトさんにそれで切れられた気づかんの？お前さぁ！そうそうそう。だから綺麗って、その後、お互いなんかそんな記憶ないから、とりあえず謝ったっすよ。お互い様だからね。お互いなんか、ごめん、本当に。記憶なくて、俺もないって不毛じゃねえか、したらその時間。すいませんでした、なんか。何の生産性もない、ただの相談と説教だったっていうね。むちゃくちゃだったな、確かに。むちゃくちゃだったよ。いや、むちゃくちゃだったんだよ。でもなんか酔っ払った時なんか、だからみんな、会話の速度が速すぎるから本当に、でも今だったらついていけると思うんですよ。本当に今やったらもしかしたらついていけるかもしれない。長い旅の後でまたずっと僕ら笑っていようよ、きっと永遠なんてないから、それと